2006年から戦ってきた。初めてのアフレコから数えたらもう7年だ。待たされ続けた役者の気持ちをなぶるように延期とスタジオ移転を繰り返すクソのようなプロデューサーに耐えてきた。ただの最終話ではもはや足りない、大最終話だ。一心不乱の大最終話だ。制作会社も制作委員会も外資の犬となったジェネオンユニバーサルにも連中に我々の軍歌の音を思い出させてやる。大打撃だ、いな大赤字だ。67分の超最終話で金という金を燃やし尽くしてやる。